忍法の同級生のアニメの作画監督をしているそうですね。とてもすごいことだと思います。忍法はアニメが好きで、将来はアニメーターになりたいと考えているようです。そんな忍法にとって、同級生のアニメの作画監督をしていることはとても励みになるのではないでしょうか。忍法は同級生から学ぶこともたくさんあると思います。作画の技術はもちろんのこと、アニメ業界の裏側や作画監督の仕事のやり方など貴重な話をたくさん聞けるはずです。忍法が同級生を目標にアニメーターとして活躍できることを願っています。具体的には以下のようなことが考えられます。同級生の作品を見ることで作画の技術を磨くことができる。同級生から作画のアドバイスを受けることで自分の作画の弱点を克服することができる。同級生からアニメ業界の話を聞いてアニメーターとしての心構えを学ぶことができる。忍法が同級生との交流を大切にしてアニメーターとして成長していってほしいですね。